お待たたたせいししました函館競馬場第9レースおしま特別牝馬限定3歳以上2勝クラス戦ダート 1700m5 番のフローラルビアンカが競争除外13頭立てに変わっています確定後に変換があります濃い灰色の雲が上空にはだいぶ増えてきた函館競馬場風もひんやりと感じられるようになっています大外14番プレミアムスマイルが最後に収まって全場ゲートの中 スタートしましたまず内から1番、リファインドマナーダッシュよく出を伺います3番、マナウス4番、テキサス・フィズスーッと外から14番、プレミアム・スマイル内によって今日も先手を取りました前から5投目に9番、バラ色の奇跡中段、外に13番のタイトロープウィン先段が固まって1コーナーカーブ中段から6番、ネフェルタリに8番カラレーションが並んでいきました中段よりも後ろ7番、レリジール・ダモーレ11番、クーシフォンです 1>, 1コーナーから2コーナー今日もいった14番プレミアムスマイルリード、マシン2番手に構える3番マナウス外の3番手、4番テキサス・フィズ並んだ9番バラ,のバラ色の奇跡、先団4頭向正面に出ます5番手、インコースから1番ディファインド・マナー中段前に13番タイトロープウィン差がなく8番のカラーレーションが行って内から6番のネフェルタリスーッと外から10番スマート・ムーラン中段から先段目かけてじわっと押し上げます。 800をを切って3コーナーカーナカブを目指します後方からこれも上がり始めた外2番のトゥーさんまもなく3コーナーカーブです後方から4投目になった6番ネフェルタリ12番マテンロールビー7番レリジール・ダモーレ最後方11番クーシフォンとなっています。3、4コーナーナ中間 先頭を変わって10番のスマートムーランです2番手以降しかし固まってマナウス、バラ色の奇跡内輪粘って14番プレミアムスマイル1段4コーナーカーブ少し離れた5番手インコース1番リファインドマナー外目に2番トゥーサンです第4コーナーカーブから直線に向かってスマートムーラン先頭内輪食い下がって14番プレミアムスマイル200を切って外から3番マナウスがこれを一気にかわして体半分から一橋抜け出そうとするところ粘ってスマートムーラン2番手3番手には14番プレミアムスマイル 3番マラウス先頭、ゴールイン2着は10番スマートムーラン3着14番プレミアムスマイルです3頭の競り合い外から3番マラウスきっちり捉えました武豊騎手2着には10番スマートムーラン早めに来られる形一旦はかわされた14番のプレミアムスマイルでしたが粘り腰を見せて3着踏ん張った形 その後と4、5着争いに9番バラ色の奇跡7番のレリジール・ダモーレが 4, 5着争いです勝ちタイム1分44秒9上がりタイム、ゴールまでの8 0 0ルは48秒9 6 0 0ルは36秒8です3番マラウス最後は1馬身ほど抜け出しました武豊騎手はこれで今日2勝目 1>, 1勝クラスからこれで連勝となりました4歳牝馬2着10番スマートムーラン最打ち14番プレミアムスマイルが3番手前の3頭からやや間が空いて45着争いが際どくなってここに9番バラ色の奇跡と7番レリジール・ダモーレですすんなり函館9レースは到達順出ました1着3番マナウス2着10番スマートムーラン 3着14番プレミアムスマイル4着9番バラ色の奇跡5着7番レリジール・ダモーレと上がっています確定まではもうしばらくお待ちください